川口鳩ヶ谷埼玉2区の石高地域でございます。原油高、穀物高、そして原材料高、物価の上昇が国民の家計や中小零細企業を苦しめています。物価が上がるのはしょうがない、福田総理はそうおっしゃいました。しかし政治の責任とは物価の安定を図り国民の生活を守ることであります。年金、食料自給率、医師不足、医療政策等々、自民党が50年政権を取り続けてきたその責任は大であろうというふうに思っております。国際社会の中でアメリカに陰りが見え、中国やインドなどの新興国が台頭してくる中で、世界の潮流に乗り遅れることなく政治、社会、行政の仕組みを変えていかなければなりません。それが政権交代です。民主党、石田克之、どうぞよろしくお願いいたします。